八木十吉は、日本の詩人、英語科教師。生前に刊行した詩集は一冊のみで、昭和初期に若くして病没したが、死去から約20年が経過した、太平洋戦争後に、クリスチャン詩人としての評価が高まった。学生時代の八木十吉東京府南多摩郡、井村相原ハ土に生まれる、父八木と三郎、母ツタ。聖火は、代々農業を営み、 重吉は三男次女の中の次男。父の代には雇い人もある自作能であり、村でも暮らし向きは良い方であった。1904年王戸人上小学校に入学。1908年林村である神奈川県津久井郡川尻人上小学校へ通い始め、1912年3月、川尻人上小学校高等科を卒業。 母方の縁籍に加藤武雄がおり、川尻神城小学校高等科で教員を務めていた時に、十吉が生徒だったこともあった。1912年4月、鎌倉市にあった全寮制の神奈川県市販学校予科に入学、寄宿生活を送る。英語を得意とし、1915年、ラビンド・ラナート・タ・ゴールの詩集である、花園緑人著。 タゴールの詩と文を愛読して文学にも興味を示し、市販学校内の詩の会にも参加した。高学年になり日本メソジスト、鎌倉教会の日曜のバイブルクラスに出席する。重吉に宣例を授けた、富永徳馬牧師1917年3月、神奈川県市販学校本科第一部を卒業後、四月より、東京高等市販学校文科第三部英語科科に、 進学し、東京大塚の学校の寮に入る。1918年になると、北村東国に傾倒し、東国全集を読み、6月には、未亡人皆を新小川町の家に訪ねている。この頃、同級生のクリスチャン吉田藤夫と信仰を深め、小石川福音教会のバイブルクラスに出席するようになり、新約聖書を言語ギリシア語で読む。 1919年3月2日、駒込の教会で、富永徳馬から洗礼を受け、キリスト教に入信する。ただし、5月4日に、駒込キリスト会の夜の礼拝に出席したのを、最後に、富永からは2ヶ月ほどで離れ、以後死去するまで、特定の教会に属さない、無教会の立場を貫いた。これについては、内村勘蔵からの影響が指摘されており、 肝臓の講演にも接した。この間、3月11日付で、重吉も編集に加わった、一粒の幕吉田、藤尾以降が刊行され、二年先輩の長野吉夫と、連名の序文、継を付した。この頃から、ジョン・キーツの死に親しんだ。同年12月、スペイン風邪に罹患し、肺炎を併発して、東京神田の橋本病院へ3ヶ月に及ぶ、入院をし、 父と弟の看病を受けた後、1920年、境村の実家で静養する。前回後本家3年に進み、寮を出て、池袋で下宿生活を始める。秋には、高等師範学校の英語劇大会で、舞台背景の作画を担当した。1921年3月、下宿先に、島田富が、 滝野川の女子生学院3年級の編入試験準備として訪れ、十吉は約1週間英語と数学を教える。富は合格したものの、直後に十吉は東京高等師範を卒業し、兵庫県の三陰師範学校に英語科教諭研訓道として就職して、向こう軍住吉村山田の柴田に方に下宿し、遠く離れることになった。7月には、 当時義務付けられていた6週間の陸軍現役制度により、姫路市の不評を第39連隊に入営している。この間、4月に十吉は富に手紙を出して、文通を始め、同時期に日記に短歌や詩を記すようになる。やがて十吉は富との結婚を真剣に考え始め、9月に手紙で富に愛を告白した。しかし、恋愛結婚には、 実家の長兄正サから反発があり、十吉は、高等師範の先輩で教えも受けた、内藤宇三郎に相談。内藤の説得によって、理解を得た十吉と富は1922年2月に、富の卒業後に結婚する条件で、横浜市本木の本木神社で十吉、富八木と三郎島田刑事、内藤の5名で、婚約式を行った。ただし、 十吉の父からは内藤に、あなたの弟と思って、十吉の味方になってやってくれとの言葉があり、感動に近い形での婚約であった。3月に春休みを利用し上京し、横浜市本木の内藤宅で休日を過ごすが、この時十吉は六幕園に罹患していた。その後、富も六幕園を発症したことから急遽上京し、自分が見かけに引き取って教育し、 丈夫にすると、兄刑事に申し出て、同年7月19日に、女子生学院を4年で中退した富とみと、内藤うさぶろう立ち合いのもとに結婚、向こう三影町石屋川の借屋で、新婚生活を送り始める。この時期に試作が活発になるとともに、日本、外国を問わず多くの詩人の作品を読む。とりわけ、ジョン・キーツから強い影響を受け、憧れの人、キーツは、 我が恋のご年と,といった言葉を書き残している。1923年自作の詩を、原稿用紙を、リボンで閉じた手製の小詩集にまとめ始める。3月、三影潮流に転居した。5月26日に、長女桃子が生まれる。10月22日付でノート、寄せ集めを作成し、芭蕉作品やドイツ近代詩人の詩を原文のまま筆写する。 1924年秋には、自筆詩集を再編して、秋の瞳という自選集を作り、加藤武雄に送付して、出版を依頼した。12月29日に、長男陽人が誕生する。1925年3月までの、三陰在住時代に1800編近い歌を書いたと、される。1925年4月、千葉県東葛飾郡千代田村の、 東葛飾中学校の英語教員に転じる。千代田村が子場に移転する。3月15日付で、三陰市範学校を退任後、名目上は3月31日付で、千葉県女子師範学校訓導県東葛飾中学校食卓に任命され、正式に東葛飾中学校教員になったのは、翌年2月15日であった。東葛飾中学校は、 開校から3年目だった。この天人は離婚した実家の祖父への気遣いからであるとされ、この際にも内藤うさぶろうの支援を受けた。転居先は勤務先の学校に近い教職員住宅で万葉集を好んだ十吉はママテコナなどに登場する葛飾を喜んだという。天人に伴って十吉の宝給は三陰時代より10円加算された同年月8月。 書籍の諸女詩集となる、秋の瞳が刊行される。この観光には、加藤武雄が助力し、関東文も執筆している。新庁舎には加藤が務めていたことがあった。秋の瞳は、詩心、日本詩人といった詩壇雑誌から好意的な評価を受け、新聞雑誌から寄稿依頼も寄せられた。7月17日には、読売新聞に4編の詩が掲載され、初めて原稿料を得る。 複数の同人勧誘を受ける中で佐藤総之助が主催する死の家に参加した。同年10月の死の家にはどなたか遊びに来てくだすったらどんなに嬉しいだろうと道案内も含めた来訪を呼びかける文章を掲載し草野新平は重吉の自宅を訪れた詩人の一人だった。新平からは詩士、ドラの同人になるよう勧誘の手紙をもらっていたが 死の家の同人だからといって、重吉は同人としての参加は辞退した。以後、日本詩人、生活者、生誕、文章クラブ、若草、ドラなどに作品を発表した。1926年は年初より体調を崩し、2月には病が。当初は風邪という診断であったが回復が思わしくなく、3月に発熱して内藤宇さぶの勧めで、 東京球団の東洋内科医院を受診し、結核の第2期という診断を受ける。療養生活に入るや、施策は途絶え、病床ノートが作られ始める。5月、十吉は休職して、東洋内科医院の部員で、茅ヶ崎にあった南湖院で療養生活に入った。東葛飾中学の教え子による、後年の証言では、最後の授業では、死繍の講義を行い、 終わりに、キリストの再来を、真図という言葉を残して、教室を後にしたという。富は、柏から看病に通ったが、十吉からの要望を受けて、同年7月に、茅ヶ崎町の十間坂の借屋に、一家で転居し、十吉も自宅療養となる。同じ月に、イギリス留学を控えた、内藤宇さぶろが見舞いに訪れ、十吉は、キーツの書物を購入するよう依頼した。 病状は、症候状態だったが、10月に再度発熱すると、自家宣言、死痛、腹痛などを併発して苦しんだ。10月2日、病床に、富永徳丸が見舞いに訪れ、再会を果たした。冬に入り用態が悪化する中、柏時代の作品を中心とした第二詩集、まず四季との編纂に没頭した。1927年10月、既得が告げられ、 高熱の中で十字を切る。十月二十六日、茅ヶ崎の自宅において二十九歳で死去した。本葬は、境村の実家で執り行われた。郷里の聖火近くにある墓碑には十字架が刻まれている。一方で、仏教式の開名も刻されている。まず、式神とは、死去四ヶ月後に、野木舎から刊行された。加藤武雄の慈悲による出版であった。富は、 池袋に転居し、当初は、要塞の内職、その後白沖屋の大塚文店などで働きながら、維持二人を育てたが、1937年に、桃子が、1940年には幼児が、相次いで養成する。二人とも死因は、重吉と同じ結核であった。残された富は、かつて重吉が入院した南湖院に、事務員として勤めた後、1947年に、 家人の吉野秀夫と再婚する。富は1944年から4人の子を抱えて妻に先立たれた吉野の家事を手伝っていた。再婚に至るまでの間、富は重吉のイコールをバスケットに入れて大切に保存していた。この間、高村光太郎、三村茂造、草野新平らの助力により、1942年に山政房から八木重吉衆が、 限定500部で刊行された。この詩集は、期間詩集掲載作も含め、すべて十吉の総工をもとに編集されている点が特徴である。吉野秀夫は、富との結婚によって十吉とその作品を知り、その普及検証に取り組むようになる。草原社の取締役だった、評論家の小林秀夫が十吉の詩に接したことをきっかけに、1948年に、 同社の草原戦書から詩集が刊行され、広く名声を得た。この出版には、吉野が尽力した。1950年には、新教出版社から、重吉の著作として、神を予防が出版された。1958年、吉野秀夫の家族全員が協力して、定本、八木重吉詩集が、弥生書房より刊行される。直後に、 秋の瞳などの草稿が発見されたことで、新資料、八木十吉志向花と空と祈りが翌年に同じく弥生書房より刊行されている。1982年には、筑馬書房から、八木十吉全集が、1988年には、同社の筑馬文庫から、八木十吉前集が出版された。1984年には、故郷の町田市相原町に、 八木十吉記念館が開設された。この記念館の開館を契機に、明日の十月二十六日に対して、茶の花木の故障がつけられた。富は1999年2月12日に死去した。吉野秀夫は、生前に富の没後は分骨して、十吉の墓所にも埋葬してやりたいと短歌に読み、それに従って、現在は十吉及び二人の維持の墓碑の横に富の、 母妃が混流されている。高村光太郎、郷原博史唐木純造、草野新平、斎藤昌二らが十吉の死を評価している。郷原は十吉の死、素朴なことをおそらく日本語で書かれた最も美しい四行詩であると評している。草野は日本のキリストに関する詩は、八木十吉の死をもって私は最高としたいと評し、キリストの生理化。 感覚化されたものが彼の詩であるとしている。斉藤は十吉を日本における最初にして最高のキリスト教詩人であるとしている。ただし、十吉本人が編纂した2冊の詩集、秋の瞳、まず式神とおび、新聞や雑誌に発表した詩においては、自身のキリスト教信仰に関する詩はそれほど取られていない。山根道校は十吉をキリスト教詩人と呼ぶのは、 誤りではないとしつつも、思考は全体から言えば、自然を歌った詩が圧倒的に多いとしており、郷原も十吉を宗教詩人である前に優れた自然詩人であるとしている。キリスト教徒であっても、信仰都市の持つ価値は別に考えていたと指摘されており、研究者で詩人の田中清光は晩年の発表作について注目すべきことは、 信仰の直接の漂白になる死が全く見られないことなのである。重吉はやはり死としての自立を選び取ってしまうのである。と知るし、沢村修司は下書きから発表のまでの間に信仰に関わるものを注意深く遠ざけていったとしている。高村光太郎は1943年に八木十吉修女という文章を書きその中で、詩人八木十吉の死は不朽である。 この清い、心の下たりのような詩は、いかなる世代の中にあっても死なないと記した。短い歌が多いのが特徴であり、103を収めた、まず式信徒には、10行を超えるものは2つしか見られない。中には、木に、目が、生捨て人を見ている、神様あなたに回避したくなったのような一行詩もある。この詩集には、長女、桃子が何回も登場するように、 幸福な家庭生活を描いたものも参見される。晩年の作品には母親への言及が増え、ずしき神徒では桃子、妻、母という三人の女性を読んだ作品が目につく点を沢村修司は見逃してはならないとしている。死の中では時として試作さえも罪悪だと考えると告白するものの死を作ることを捨ててしまうなら、 あまりに好きだらけのうつろすぎる私の世界だものという理由で、ハオクヒ氏は、ママって泣くまいとして、歌を歌ふのだと書いた作品を残している。私の歌という未発表詞の中では、自分の詩は必ず一つ一つ十字架を背負っていると主張する。十吉は、クリスチャンとして次第に純粋な信仰を深めた。妻の富は、十吉が、 教職に対して自重し自分の本来の仕事ではないという思いを抱えているようだったと回想記に記している。クリスチャンだったとみにお前は罪深い舌を噛んで死んでしまえと突然言いつけたこともあったという。幼少の頃からおとなしく孤独を感じさせる面があったとされる。秋の瞳の序文には私は友がなくては体減られるのです。しかし私にはありません。 この貧しい歌を、これを読んでくださる方の胸へ捧げます。そして、私を、あなたの友にしてください。と記した。架橋久美子は、十吉が終生抱えた、寂しさを、宿舎であり、同時に詩人としての添付の際でもあったと評し、妻の富を、その孤独に寄り添ったただ一人の人だと記している。教員としての十吉について、三陰主犯学校の教え子の一人は、 うちに憂いを含んだ善良で、寂しい面影であったが、抗議の明快を敬われていたと回想している。ありがとうございます。